PW-9、AT-3、AT FB スミソニアン博物館に展示されているボーイング5、ボーイング FB-5、ボーイング PW-9 は1920年代アメリカ合衆国の、開放コックピット式服用戦闘機。製作者は、ボーイング社であり、社内故障を、モデル15という。モデル15は、アメリカ陸軍航空隊では、PW-9、アメリカ海軍では、 艦上戦闘機として FB と命名され使用された。モデル15の設計はフォッカー D7 の研究に基礎を置いていた。D7 は第一次世界大戦終結時の対独休戦協定に基づき評価のためにアメリカに142機が送られていた。モデル15はアメリカ陸軍航空隊のトマスモースメガバイトマイナス 3A の後継機を カーチスモデル33と争う追撃機として1923年ボーイング社により製作された。最初の試作機の飛行は1923年6月2日だった。モデル15の胴体は交換を組み合わせたものだったが、先細りとなった型も知識の服用の主翼は木製のフレームを持っていた。エンジンは435馬力カーチス D-12 で、ラジエーターは エンジンの下のトンネルに置かれていた。結局、カーチスキは PW-8 として、モデル15は PW-9 として、両方とも採用されたを意味する。航空隊は、速度以外は、すべての性能で PW-8 を上回り、また武骨な作りで整備も容易な PW-9 を好み、PW-8 の25機に対し113機を発注した。 海軍向けのタイプも製作され、FB と名付けられて42機が生産された。PW-9 の最初の25機の配属は1925年10月から始まった。ボーイングは陸軍航空隊に対して1925年から1931年2月までの間に試作機も含めて各型合計113機の PW-9 を納入した。 事実上、PW-9 はすべて海外の舞台で任務に就いた。ハワイではまず、ルークフィールドの第5混成グループ、後にホイーラーフィールドの第18追撃グループに配属され、フィリピンではルソン島のクラークフィールドの第4混成グループに配属された。PW-9 は1925年から1931年にかけて第3。 第6及び第19の追撃飛行隊に配備された。海軍が1924年12月に発注した10機の FB-1 は海軍で使用するための変更が行われていなかったため海兵隊の飛行隊 VF-1M、VF-2M 及び VF-3M に配属され海兵隊派遣部隊を支援するため中国に展開した。次の2機には空母、 ラングレーでの運用のために着艦フックと2つの主車輪をつなぐ車軸が追加された。この2機は1925年12月に VF-2 に加わって任務につき、全般的に満足な結果を出したため、海軍は27機の FB-5 の発注を行った。FB-5 は明確に空母での運用を目的とした海軍初の戦闘機となった。FB-5 は エンジンをより強力な525馬力パッカード 2A-1500 に換装し、車軸の下に飛行機を飛行乾板に引き下ろすためのフックを装着した。FB-5 は1926年10月7日に初飛行し、翌年の1月から海軍に納入された。ボーイングの工場からピュージェット湾ンでは試験に乗せられ、シアトルの港に闘病しているラングレーまで運ばれた。 FB-5 は、釣り上げられて母艦に搭載された。海軍機としての初の公式飛行は、母艦の甲板から発信したものだった。バウアーズ1989、P-82、スワンボローバウアーズ1976、P-55、スワンボローバウアーズ1976、P-56。ありがとうございます。